そうですね、まあ、水泳の中の、まあ、まず水泳っていうのは本当にこのコースレーンっていって、あのレーンとレーンが一人一人もう完全に限られているレーンなので、誰とも接触することもないので自分との戦いになってきます。まあ、それが水泳の、まあ、醍醐味、もう本当に自分との戦い、まずは。でバタフライの魅力はそのやっぱり他の種目よりダイナミックなので、まあ、見てる側としてもすごい迫力のあるような泳ぎだったり、やっぱりパワフルな泳ぎがあの他の種目に比べてはあるのかなっていうふうに思います。やっぱ自分の武器はもうドルフィンキック、あの足を使うキックなんですけど、やっぱそのドルフィンキックは世界でも引きを取らないと考えているので、そういうところを武器に世界で戦いたいなっていうふうに思います。やっぱりまあ単純にやっぱ頑張ってねっていうのは嬉しいですね。やっぱりそのやっぱ僕はチームの一員として頑張るのがすごい、まあ、やっぱり自分の実力以上のものを出せると考えているんで、やっぱりまあ、チームの一員として頑張ってみたいな感じで言われるとすごい多分頑張れるのかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱり社会人1年目の、まあ、自分の不注意による大きな怪我があったんですけど、まあ、それで、まあ、泳げない期間が続いたり、まあ、泳ぎ始めたとしてもやっぱりどうしても感覚がその怪我する前と後でズレがあったので、やっぱそこの、まあ、戸惑い、まあ、結果が出ない戸惑いだったり、まあ、感覚のズレの戸惑いだったりで、まあ、大きな挫折を味わったかなっていうふうに思います。なんか怪我をすると何が悪かったんだろうとか、まあ、あの時こうしてればよかったなとかふうに思うと思うんですけど、やっぱりその過去のことは変えられないっていうのは自分で、まあ、なんか納得できるなっていうのはあったので、どうしてもやっぱりそのモチベーションの低下をするのはその昔のことを考えすぎるからだから、まあ、未来のことをしっかり考えて、もう一歩ずつ前に進もうっていう気持ちで、まあ、乗り越えたって感じですね。いつも応援ありがとうございます。従業員の方たち、また、自分を支えてもらってる、サポーターの皆さん、あとは家族、本当にいろんな人に自分は支えられていると思っています。なのでその人たちのためにも絶対結果を出して、その人たちのために恩返しをしたいと思っているので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。